はい、えー、今日はですね、えー、私が26歳の時に、えー、医学部を目指そうと思った理由ということでですね、えー、話をしていきたいと思います。でこの話のまとめをですね先に話し結論部分をですね話したいんですけれども、まあ、この動画っていうのは中,、まあ、中学生の方であるとか高校生の方であるとか、まあ、受験生に向けて話しているわけですけれども、まあ、そうするとですねこうもうすでにその中にはですね夢が決まっている人も いるでしょうし、ょ、え、う、ー、夢なんてまだ全然決まってないんだよなと何になるかなんてまだわか,からないみたいな人もいると思うんですよね何になろうかなと夢,夢,なんて決、ま、夢なんて決まっていないみたいなねでまあ大きく分けてこういう2つの、ね、方がいると思うんですけれども まあそうですね先生になりたいとか医者になりたいとか弁護士になりたいとかですねそういう人は夢が決まってるかもしれないですけどまあ、そういうものにはちょっとあんまり憧れなくてまあ、会社員でもなるかととかねまあ,なあのそういう人はですね明確には決まってないとまあそういう感じではないですかね。で、この夢を持っているとあの周りの人っていうのは、まあ、大人とかですね家族とか先生とかまあ素晴らしいねって言って褒めてくれるんですよね。 で、その夢,夢の中身については吟味をしないわけです。その夢が果たしていい夢か、ねあの、ちょっとあんまり良くないかと。そういう中身についてはあんまり吟味をしないんですよね。で、えーまあ、そういうことよりもですねその、どの大学に行くかとかですね、まあ、どの高校に行くかとかですね、そういうことばかりに意識が向いてしまうんですよね。まあ、周りの雰囲気的にですね、なんかそんな感じですよね。 でまあ、そういうことに関して私自身は自分の人生を振り返ってみると失敗してしまったわけです。で私は何もですねこの自分の、ねえー、今から話す夢の推移がですね、まあ、なんか正しいみたいなことを言いたいのではなくてなんか全然ですねそれとは真逆で,です、ね、失敗してしまったんでなんかもうなんかツッコミどころ満載というかですね <laughs> なんだおまみたいなですねそういうあの、まあ、ちょっと失敗してしまった感じなんで。 で、まあ、私はちょっと失敗してしまって後悔してあのやり直してきたわけですけれどもあな,たはあなたにはですねそういう同じような失敗することはですね必要はないと思うので,でそういうことでですね少しでも役に立てばいいなと思って今この動画を撮っているところですで、まあ、この動画がですねあなたにとって役に立つかどうかはあの、まあ、私も今話してみないと終わってみないと分かんないんですけれどもぜひです、ね、あの終わった後に。 なんかコメントとかでですね感想とかいただけるとあの私としてもですねあの嬉しいいなと思いますでちょっと私自身の夢の推移というかですねどういうふうに、あのー、最初の夢から今に至るかっていうのをですね、まあ、話していきたいんですけれども、まあ、小学生とか中学生の頃っていうのはサッカー選手に憧れてたんですけどなんかそのうち却下されてですね自分でも諦めるようになってで中,中学校の時に何になろうかなってこう 探してた時にですね、まあ、その時に中学,中学校の理科の先生になりたいみたいなことを思い出したんですね。まあ、で、これはその理科の先生が自分の部活の先生で大好きだったので、で教え方もうまくてですね、すごい面白かったですね、授業がね。で、なんか理科好きになっちゃって、ああいう風になりたいなと、まあ、そういうところからですね、あの理科の先生になるという夢から、中学校の時はですね、始まっています。 でそれは高校でも続いてで、その後千葉大学に1年間だけ行って、あの中学校の理科先生ですね、まあそ、そこでもなりたいと思ってましたでで。これはちょっとバカな話なんですけれども、その後千葉大学を1年であの辞めてしまってですね、えー、福井大学に入ったんですけど、まあ、それは地元の大学でね、でそのときにその国,国,語の教国語教育の大学の先生になりたいっていう夢を 持ったんですねでそれはなぜかというとその大学の先生がまたす同じようにすごく面白くてで今までの先生とはまたちょっと違うレベルでですねすごいかあの頭もいいですしあの授業も面白いですしねでその先生は若かったんですよね33歳で、まあ、今でいう准教授みたいになってましたけれどもなんかこの人はその福井大学にいたんですけどまあ、すごく 切れ者と言われていてですね。すごい賢かったんですね。でもう一つがちょっとあんまり関係ないかもしれないんですけどあの、私昔ドラゴンボール好きで、その孫悟飯っていう人、孫悟飯がですね、あの学者なんですよねでそう。そういうのにもちょっと重ねてたみたいなところもちょっとあるかもしれません。まああんまり大きな話はないんですけど、まあそれはいいか。 でその後、広島大学院に進んでそこでもですね国語教育の大学の先生、まあ、研究者ですけれどもそれを目指してあのやってたわけですでこの26歳の時にその医者になりたいみたいな思いを持って1年間すごい勉強してですねまあそのやった結果、まあ、本番失敗しちゃったんでダメだったんですけどでやってる時はすごく不安でしたけれども、まあ、全国96番 取るぐらいにまででででですすね、一応できたわけです、ね、でも本番失敗しちゃったんでまたどうしようかなと思ってでその時ですね27歳で,ですね、パソコンに出会ってですね自分でこう、まあ、IT の分野で企業をしてみたいなところで今に至ってるところですでそういうのが大体の流れで、まあ、他の人が見たらお前バカかって多分言いたくなるような感じだと思うんですけど 私も昔の自分を見たらですねちょっと止めると思うんですけどまあその頃はわからないんでねでその福井大学とか広島大学院時代っていうのは今あの言ったようにあの大学の先生を目指してやってたわけですけれどもまあいろんな悩みをまあ抱えながらやるんですよね、まあ、あなたももしかしたら今その勉強に対してあの。 何か悩みを持ってるかもしれませんけれども何でもやってる時ってそうですよね悩みを感じながらやるとでまあこの仕事とかその学業系に関してはですねその大,学院大,大学とか大学院っていうのはその卒,卒業論文とか修士論文とかですねそういう論文を書くわけですねでこの論文がやっぱり難しくてですねこの、まあ、大学勉強で暗記ばっかのことをやってると自分で考えるのが下手くそにな,なるんで あとはなんかちょっとやっぱりセンスみたいなのもあるんですよね。なんか勉強してない人が論文うまかったりとかね。でそれで私もその人並みにはまあできてたかなとは思うんですけど、やっぱりその自分の憧れの先生とかに比べちゃうんで、その理想通りできないわけですね。全然ね。で実力ないなとで。その先生が大学の時に書いてた論文とか見るとですね、もう明らかにレベル違ったりですね。 でそういう実力の面でやっぱり悩,悩みましたしあとは研究職になれるかどうかっていうのが分からなかったですねこれなんか昔ですとなんか大学院もですね修士博士とあって修士まで行けば大学の先生になれたとか博士なんて言ったらもう絶対になれるみたいな時代だったんですけど今ってあのそうじゃなくて博士課程行ってもなんか枠,枠の問題でですね昔はそういう人があんまりいなかったんですね でも今はそういう人が多いので、慣れるかどうかがわからないなと。じゃあ、もしその研究職がダメだったときに、じゃあ学校の先生になれるのかと。これ、学校の先生になったら、私としては多分、満足できないなって思ってましたし、そもそもですね先生になれるかどうかも、またあの教員採用のですね試験が、また難しかったり、枠が狭かったりするので、慣れるかどうかもわからないみたいなときでした。 で大学院はその奨学金を借りながらやってたあの行ってたんで奨学金っていうのは、まあ、あの聞こえはいいですけど、まあ、学生ローンと一緒なので、まあ、そういう借金が膨らんでいくわけですねで収支課程でですねその奨学金を借りてそれが大体2年間で200万ぐらいになりますで私その,3あの博士課程の進学も あの決まってたんですけどでそうするとさらに3年なんで300万で計500万になるんですねでそれそ卒業したら28歳とか9歳になってでそれで研究職になれるかも分かりませんし先生になれるかもまた分からないとでそうやって年齢を重ねていったりですねそういうなんか不安というか悩みがありましたね。 で何もこう人間ってですね、こう仕事とか学業だ,だけで生きてるわけではなくていろんな面があるんでそういういプライベートの面でもですね、まあ、これは私も今思うとなんかバカだったなとかちょっと思うんですけどなんか恋人がですね、主婦になりたいとか言ってたんですよねで私その恋人がその時はすごい好きで <laughs> その守ってあげたいとか思ってたんですけどな,なんかその福井県ですと私の地元の福井県ですと男女共働きがもう当たり前なんで。 それは県外に出るとですね、なんかそあの結構お金持ちの人とかが多いんであの、なんかお嫁さんが働いてないみたいなのも結構普通でですねで、なんかその人はお母さんが主婦だったんで、そういうふうに私もなりたいみたいに言ってたんですけどで、そうするとなんかその若いなりにですね、変なプレッシャーを受けてですね、なんかその時にその相手のことをどうでもいいとか思ってれば別に何も感じなかったと思うんですけど、 やっぱりその時はですね、その幸せにしたいだとかですね、守りたいとかありますしね。で、私はその時やっぱりちょっと考え込みやすい性格で、今はそうでもないんですけど、その時はですね、そのも,しもしその自分の両親とかですね、兄弟とか、そういう人がなんか重い病気になったらどうしようみたいなことも考えたりしてですね、例えばなんか手術で4000万ぐらいかかりますとかですね。 そういう時に、なんか自分の力で守りたいなと思ってたんですよね。そういうこともありました。今思うと考えすぎなんですけどね。なんで、今はあんまり私は考えないんですけど、そういうことに対してもですね、目をつぶるんじゃなくて、準備はあのした方がいいと思いますけどね。まあとか、まあいろいろそういうことがあったわけですね。まあ若い頃なりにそれは悩んでいたと、その時はね。 でこうなんか教育学部のなんか先生になるとか大学の先生とかになるということでですねでもしそれになれなかった時にその潰しが利かないみたいなのをすごい感じてましたよね私はね。大学の先生であるとか学校の先生になれればいいんですけどなれなかったらちょっと他の会社行った時にですねすごい潰しが効かないとでみんな働いててですね で自分の場合はその大学院とかまで行ってそのかなりですねその年齢を重ねてしまってでそこからですね一般企業化となかなかその難しいですよね気持ち的にはねで、まあ、そういう中でですねその大私自身はその大学院の2年間広島大学に行って でもやはりそれがそういうところが不安になってその、まあ、辞退させてもらったんですね。であの判断は私は今思うとですねやはりその間違ってなかったと思うんです自分自身ではですね。まあ、もちろんその友達とかその時の同級生とか大学の先生になってたりするんで、まあ、なあのまま言ってれば慣れてたのかもしれないですけど。 でもやっぱり若い頃ですし、その迷うのでね。まあ、とか、個人的にはその人生で,です、ね、自分なりに大きな失敗をしてしまったみたいなこともあります、ねでそういう。そういう感じでその教育学のです、ねまあ、8年とか10年とかやってきたんですけど、そ,その夢をもう捨てて、ですね、でその頃にそに医者になろうみたいなことを考えたんですね。でこのなんで医者になりたいと思ったんですかと。 でまあ、その動機みたいなことを言うと、まあ、これはちょっとあの申し上げにくいですけれども、まあ、ちょっとそこを素直に言うとですね、やっぱり一つはお金を稼ぎたかったっていうのがありますよね、一つはねで。お金自体を稼ぎたかったというか、お金を稼いでその何かをしたかったということです。それはやっぱり家族を守ったりだとか、そういうことがその時は強かったですけどね。 こう大学院時代とかもですね結構その友達とかと計算するわけですよ。なんかも,もしその学校の先生になったら給料いくらでで大学の先生になったらその時に私はまあこれ合ってるかどうかわかんないんですけどその時にこう話してたり調べてたりしたのがですねそなんか准教授みたいになるとなんか40万ぐらいですかね大体月で。 で、それが大学、あの、教授になるとな、なんか70万ぐらいになるらしいんですよ。本当かどうかは分かんないですけどね、ちょっとその時の話してた内容です。で、それがやっぱり、その、なんか、講師というかですね、そういううちはまあ20万とかそういう感じですね。なんとなくですけどね、2三30万ですかね。で、まあ、そういうのは、その、まあ、自分の人生のこととかを考えて、いろいろこう、話したり調べてたりしてたわけですけど、 まあなんで、まあ、ちょっと言い,言いづらいですし言うのもちょっと恥ずかしいですけれども、まあ、一つお金を稼ぎたかったっていうのはありますね、まあ、不純な動機なんですけどでもちろんそれだけでもなくってその、まあ、ちょっと順番変わりますけれども世間的にもですね、自分自身に対しても自信が持てる仕事をしたかったっていうのはありますね。 せっかく大学院まで行ってやってきたのに、今更ですね、なんか他の仕事とかできたかもしれないんですけど、例えばなんか郵便局員とか、これは郵便局員の方を悪く言ってるつもりでは今なくて、そあそれなんというかですね、普通の仕事というか、そういうのはできたかもしれないですけど、あんまり目指すしたくはなかったですね。それよりもも世間的にもまあなんか すごいねみたいな言われたかったですしで自分自身に対してもですねこうやって変えてよかったなとで、まあ、医者といえばやりがいあると思ってましたしねその時はね、まあ、やりがいあると思うんですけどとか病気で困ってる人を助けてですねなんか人,人から感謝されたいみたいな気持ちもありましたし。 でもう一つ大きかったのがですね、この医者っていうのは確かになることはすごい難しいんですけれども、大学さえ合格すれば必ず医者になれるんですよね。必ずね。もう98%とか99%とかなんで、これってつまり、そのなりたい人はほぼなれるっていう数字なんですねで。そういう職業って結構多くて、看護師とかも絶対なれますし、美容師とかもなれますしね。 でここが教育学部は私はおかしいと思うわけです。なんでその大学まで行って、その4年間やってね、あの、それでもなれないのかと。まあ、それはなんかそれが今当たり前になってますから、あまり疑問を感じないですけど、普通はね。でも、冷静に考えると私はおかしいと思うんですね。まあ、だって先ほども言ったようにですね、医療系とか、 あの美容師とかですね保育士とかですね絶対なれるわけですよねでこれは結局その枠に対してその何人応募するかの話であの他の仕事って足りてないんですよね今挙げたような仕事ってね希望者がでも教育学部ってそのなりたい人がすごい多いんで無駄に飽和してしまってですねだからせっかく大学まで出たのに あの、なんか十年間講師してますみたいなですね、そういう。私はおかしいと思うんですけど、そういう状況になってしまってるわけですね。で、私がこう目指した学校の先生であるとか、大学の先生っていうのは、まさにそういう感じでですね。で、それに対して、こう医者になるっていう目標は、まあ、時間もかかりますし。あの、大学に入ることも難しいんですけど、ただ、そこさえ突破すればですね、絶対になれると。 でこれは弁護士だとどうかっていうと、弁護士ってまたそうでもないんですよね。大学に入るのと同じぐらい難しいと思うんですけど、まあ、理系と文系で違うんですけど、まあでも大学に入るのは難しいと。で,でも医者は絶対になれるんですけど、弁護士ってそこからなんかまたわけのわからない試験があるんですよね。司法試験、弁護士試験まあだからそこら辺が私がそのその時にですね、医者になりたいと思った、まあ、理由というか、そういう話ですね。 でまあ、こういう話を受けてですね、私は今、私なりにですね、私,私がその冒頭にも言ったように正解では全然なくて、まあ、失敗してしまったわけですけど、まあ、そういう経験をもとにですね、これを、まあ、みんなに言いたいわけじゃないですよ、これを聞いてくださ、せっかくここまでですね聞いていただいているので、まあ、私なりにですね、まあ、あなたにアドバイスをしたいんですけれども、まずこの夢とか目標っていうのはですね、 一つこれはすごく思うんですけど、好きかどうかで決めてはいけないんですね。私が思うんですね。で、これ、あの、夢を持ってると、もう持ってるだけでみんな偉いねって言ってくるんで、そうではなくてですね。そうではなくて、まず時代に合ってるものを選ばないといけないわけです。時代に合ってるものをね。だからそこが、その、 医療系であるとか IT 系っていうのはすごく時代に合ってていいんですよ。まあ、もちろん私は正解ではないんで、私は間違っている可能性もあるんですけど、まあ、これからその高齢化がもっと進みますしで、ね、情報化っていうのも進んでますからね。だから私としては医療系とか情報系をお勧めしたいですね、まずはね。 まあそういうふうに、ちょっとそこら辺細かくはいいんですけど、とにかく時代に合ってるものをまず選ばないといけないと。その上で、自分が好きだとかですね、情熱を注げるものに絞っていく感じですね。私の失敗としては、好きなのはいいんですけど、時代に合ってないものを選んでしまったと。教育関係というのは私、個人的にはあまりお勧めできないですね。 でこの先生になりたいっていう人結構多いかなと思うんですけど、今これ聞いてる人の中にはですね。で、これですね、その学校に適応すればするほどですね、先生を目指したくなるわけです。まあ今、大学受験をしようと思う人が聞いてくれてるとすれば、そういう人って結構学校に適応してると思うんですよね。で、そういう人,そういう人って、その先生を目指したくなるんです。つまり勉強できて、学校で褒められてですね、 そういう人である可能性が高いので。でただ、この教育産業っていうのは、もう完全に社用産業なんですね、社用産業。で、理由は、その子どもの数がまず減ってますし、これ、医療系と逆ですよね。高齢者増えて、まあ、お客さんというかですね、患者さん増えると。でも学校はですね、子ども減ってるんで。 で、もう一つはですね学校でやってる授業が本当に必要かってことで今時インターネットでこうやってですね、授業みたいに受けれるんで学校の存在価値がですね、どんどん薄れてるんですよね行く必要あるのかなともちろんその学校でですね、そのまあ、人間関係を学んだりだとか学校の先生にですね、習うことになんかいろいろ価値はもちろんありますけどね いやそういう部分ではいいんですけどでもやっぱり全体的に見るとこう斜陽産業なわけです、まあ、社用っていうのは好かれていくっていうことですねでもう一つ私のあのー、まあ経験からですけど研究職っていうのもあんまりおすすめできなくて、まあ、研究職って結構かっこいいかなとは思うんですけどこれもですね枠が少なくてだからこういう話題結構多いですよ大学の先生目指してて博士課程まで行きましたけどなんか就職先がないみたいなね でさっきも先ほどもです、ね、そういうなんかニュースを読んだんですけどでそこでその私なりのおすすめの職業っていうのがあって、まあ、これは先ほど話したように医療系と IT 系なんですねでもちろんここはその私が間違っている可能性もあるんであ,のあなたもです、ね、ご自身で調べていただきたいところですけれども、まあ、医療系を目指すとです、ねまあ、まず一つ手堅いですよね 手がたいだからそれは医者であったり看護師であったりあんまりその理学療法士とか作業療法士がですねおすすめかって言われるとちょっとなってはなるんですけどまあ医者とか看護師とかは一つ手堅いんじゃないですかねもちろん,かんあの看護師だと夜勤があるとかありますけどまあでも夜,夜勤をしない看護師もいるんでね、まあ、希望を出せば。 私、その中学校の時は、なんか医者になれみたいなお、なんか父親からですね、冗談交じりに言われて,てですね、で、いや、僕はその時は、なんか手術とか怖い、怖いし、なんか、お年寄りよりも子供の方を見たいんだみたいなこ思いを持っててですね、いや、いいよみたいに言ってましたけど、そのくせ、なんか後で医者とか目指してるんでね、つまり夢って変わるんで、まあ、だから手堅く行くなら医療系がいいかなと。 でこうやって話しながら、私はそのあなたが持っている夢を否定したいわけではなくて、例えばこう弁護士になりたいみたいな時にその、そういう生徒に本当にそれでいいのかみたいなことを言ったりしますけど、まあ、その夢を砕きたいわけではなくてですね、まあ、一つアドバイスというかですね、ヒントにしていただきたいんですよね。だから絶対これっていうわけではないんですけど。 で医療系ともう一つのおすすめの職業っていうのが IT 系で、まあ、これはその、まあ、完全に時代に合っててですねその情報革命って話は聞いたことあると思うんですけどこれ500年続くんですね、まあ、でこの500年続くっていうのは私の意見ではなくて私はそんなことわからないんでソフトバンクの孫正義さんの話なんですけど私情報革命って今だけかと思ってたんですけど それを聞くまではですね。でも工業,工業革命って300年続いたんです。今が工業革命の全盛期なんですね。なるほどなと思って。で、情報革命ってそれよりも大きくて500年続くってことなんで。つまり IT のスキルを高めた人ってのは、昔ばかでも、昔ばかな人がプログラマーとかなってたりするんですけど、私の知り合いとかだとね。でそういう人って結構うまくいってるわけです。まあ、なんで、そういう IT 系の時代に合ってるみたいなですね。 まあおすすめの職業ですね。で一つ考えてほしいのがそのどこの大学に行くかを皆さん気にされると思うんですけどもそうじゃなくて大学なんかどこでもいいんでも,うもっと言うと国立だろうが私立だろうが何でもいいんでその大学の偏差値よりもそのどの学部を選ぶかが大事なんですねだ私その名もない大学でよかったんであの IT 系行っとけばよかったなってすごく思いますね。 私はなんか千葉大とか広大とかその国公立で,ですねまあ結構有名なところに行ったわけですけどなんかそんなことよりですね私立でも名もない大学でもいいんで情報学部選んどけばよかったなとそういうふうに思ったりします。もう1個はですねその勉強と同じぐらい職業とか進路調査に時間をかけるってことですねまあみんな勉強の成績上げたいとかですね大学受かりたいが一番先に来ると思うんですけど そうやってですね、私のようにですね、途中で夢を変えると、夢は変えればいいと思うんですけど、でもですね、やっぱり効率悪いですよね。なんか、自分の場合、そ,のそれまでやってた8年とか10年間、何だったんだろうって思ったりしたんですけどで、そうなるよりは別に1年浪人しても全然いいんで、それぐらい、その職業とか進路調査に時間をかけてほしいなと。で、私はこれを全然考えてなかったんで、高校の時ですね。全然だめだったなと思います。 でこういう私の失敗とかですね、反省を生かしていただいて、ですねあの、あなたにはですね、そういうふうにやってもらえたらなと思います。まあ、以上ですねあの、私は26歳の時に医学部を目指そうと思った理由ということで、えー、話をしました。まあ、ちょっとこの動画がですね、あなたにあの役に立てたかどうかは分からないんですけれども、まあ、役に立ちましたなり、ですね、全然役に立たんなりですね。あの まあ感想とかコメントとかいただけるとすごい嬉しいなと思います、えー、以上ですありがとうございました